きさんです。こんにちは。今日は初めてのゲーム実況をやっていきたいと思います。今回やるゲームはこちら、このベーコンゲームをやっていきます。はーい、やり方は簡単ですね。このどれ、あー、このベーコンを落としてフライパンに乗せて、こいつを投げて、こいつを投げて、挟めて、うわぁ、ベーコンを上に乗せていくというゲームです。やっていきます。いや、毎回思うけど、この手の癖が、どうしようかな。じゃあ今日はまあ行けるとこまで行ってみましょう。これはベーコンがね、揺れるので、コツがすみません、広告が入ってしまった部分はカットさせていただいているので、少しおかしくなるんですけど、すみません。でさっきも言った通り、ベーコンがこのように揺れるので、コツが大変まあ必要ということで、入りました、入りました。これはどこですか、イタリア、違う、アメリカですか。よし、行きます。行け、ベーコン乗れ。レオナルドじゃない、なんだ、忘れた、レオナルド、誰、これ知らないわ。いけー、あいや、こうやって文字にもね、乗るんですね、このベーコンはね。やばい、難しいよ。マックのポテトに乗っていく。あいま、マック。はい、まあ落ちましたね。もう一度いきます。はい、あー、ちょっと待って、距離感がつかめない。一緒に行きづらいよ。あー、やめて、あー、もうムカつく、本当に。投げる必要ない。これはほら、弱いよ。ワイン、あー、いやー、ワインっておしゃれですよね。いやー、おいしそう。地味かい。痛くなりそうだ。すごい、頭を使ってる気分。なんすか。なにこれ。は？これは。
お料理。あ、なんでこう泣いちゃうの。アスパラのお料理、アスパラのお料理。アスパラとナッツと、ま、レタスと、なんだこれは、ナッ、ま、チーズみたいな。これも簡単。これはだって。なんて感じや、これなんて読むんだろうね。なんて読むんですかこれ。女に口にペンみたいな。イワチクですか。イワチク。イワチクですか。いやー、部屋に絵画を置いてみたいね。すごくおしゃれになりそうです。まあそんなスペースないんですけどね。17歳の人はいますか。難しすぎますこれは。いやどうしよう、めっちゃむずいんだけど。もう無理でしょ。なんで。いや無理、あーもう、無理、あー。いやー17歳って楽しそうですよね。いやガキが何言ってんだって言われちゃうかもしれませんけど、17歳って楽しそうです。わー、何これ。これは何て書いてるんですか。ティプツ、ティプ、ティ、ティツ、なんて、何ですかこれ。お金、10円玉貯金でも始めてみようかな。10円玉貯金でしょ。何募金してんのこれ。募金。いやそういえば皆さん募金活動とかするときっていくら入れてますか。いや自分は結構ちゃんと入れたい方なので、まあ30円ぐらいを入れるんですけど、皆さんはどのぐらい入れてますか。いや募金なんて金額関係ないよとか、まあやっぱりその助けたいっていうか寄付したいっていう気持ちが大切なだけで、金額なんか気にすることないと思うんですけど、でもやっぱりちょっと気まずくないですか。意味わからんし、なんか入んないし全然。あー、私はベーコン寄付してきます。リアルな犬来た。犬めっちゃだいぶリアルな犬なんですけど、めっちゃリアルな犬じゃないですか。あ、そういえば犬派と猫派の人ってどんぐらいで分かれるんですかね。まあ、自分はちなみに猫派です。プレッツェルだっけ、グミッツェル。いやグミッツェルめっちゃ食べてみたいんですよね。やっぱまあ地球グミとか流行った時に、地球グミ絶対食べたいとか思ってたんですけど、いざ手に入って食べてみたら、もうあの吐き気が出そうなぐらい着色料の味がしましたね。はい。何か、UFO。 いきます。これ UFO に乗せれんのこれ。あ、無理だ。てかマジで最近もう栄養失調。あブレン。何この手。いやてか思ったんですけど、このベーコン掴んでる手あるじゃないですか。このこれ、この掴んでる手、指、何小指かな。小指の失調が激しすぎませんかこれ。カラオケでマイク持った時の小指立てる人もいますよね。お、いいですね。ベーコン、炙りベーコンですが、炙りかぶり。あー、こういうのだ。すげえ、ベーコン焼けてるよ。炙りかぶり。
砂のお城ですね。昔、まあ小学生の時って砂場作ってましたよね。おシャンティーなグランディーなグラマラスなグラマラスなおシャンティーでグランディーでグラマラスなワインたちが、いやおもろい、これはおもろいぞ、きたー。いや猫派です自分は。マジで猫はもう、猫かわいい、猫好き。いやいつだっけかな、なんかうちの猫はまあ結構昔じゃない、でも最近か、家に来てから、まあやばい、なんで乗らないの、意味わかんない、家に来てから、まあ面白い行動をしまくってますね。はい、なんか猫って自分の毛を舐めるじゃないですか。まあ、その毛玉を吐くわけですね。最初その猫は毛玉吐くっていうのを知らなくて、でなんか吐こうとしてて、吐こうとしてですか、なんか吐いたんですよね、ブエって。そしたらなんかびちゃびちゃに濡れた塊が出てきて、毛玉なんだなって思いましたね。いやもうおもろいよ、もうマジで本当におもろい。なんか何考えてれば、なんか何考えてるか分かんないし、マジでおもろいっす猫は。で最初飼ってた猫はめっちゃチュールが好きでしたね。食べ物をトイレに流すなんてもったいない、許されないことだぞ。なにこれ、広い世界でちっぽけな存在なんだろうな。いや当たり前や。わ、ガンギマリじいさん、どうしたおっさん、夢追い人、どうした夢追い人。いや30まで来ましたね、どうしよう。じゃあまあそろそろ終わろうかな。はい、そんなところでこちらのベーコンゲーム、まあベーコンゲーム終わりたいと思います。すごい楽しいゲームなので、皆さんもぜひベーコンゲームやってみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。